せる。命を食らう破滅の力、それこそ全て剣の行き着く先。違う、答えはそれだけではないはずだ。食べたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は逆巻く風のラシード、世界を旅する風のヒーローさ。若。ヒーローがなぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。若あ、あれ、ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？戦いの中に答えはある。忘れたのか、お前の口癖じゃろう。ですが、このままではいずれ。戦いとは戦う相手を知り、己を知ること。一人で迷っていても何も知ることはできん。本当はお前も分かっておるはず。おーい気分が乗らないなら。分かった、戦おう。若っ。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする。自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣。そうではない答えを俺が見つけるためには。ふん、いいぜ。付き合ってやるよ。やるじゃねえか。だが。心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても、俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず、戦ってこい。ああ。シャドウか。お前を探していた。殺意の波動が。人を外れた力。やはり互いに惹かれ合うということだ。私と戦え。私は知らなければならない、この力の扱い方。はぁ、殺意の波動。聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。メルはまだ寝てるのか。ぐっすり。でもよかったの？せっかくのお休みなのにパーティーなんて。普通なら断るところだが、神月のお嬢さんからのお招きだしな。それにあの家にはいつも強い奴らの情報が集まってる。また誰かと戦うってこと？もちろん。今年こそはあいつに勝ち越さなきゃいけないからな。
あなたたちってそればっかりね。え？最初からそうだったじゃない。あなた強いのね。何のために戦ってるの？お金？それともスターになるため？俺には倒さなくちゃならない男がいるんだ。そいつともう一度戦うためさ。あれから何度あなたたちが戦っているのを見たかしら。あれ、こっちだと思ったけどな。もうだからさっきの執事さんに案内してもらえばよかったのに。抜いてみる。さっきは不法侵入ってやつだな。え、違う違う、俺たちは今晩のパーティーの客で。これも仕事だ。黙って潰されてる。しょうがねえな。客なのは嘘じゃないって。ほら、本当だ。ようこそミスターマスターズ。イライザさん、メル君もお待ちしておりましたわ。お招きありがとう、カリンさん。あら、何か失礼があったようですわね。お詫び代わりに食前の運動はいかが？嬉しいね。本当にも？パパ。あら？おお、起きたか、メル。ではまずはお部屋へご案内させますわ。リュウさんは来ないの？今あいつは戦ってるんだ。殺意の波動と。殺意の波動。あいつがどんな答えを見つけるのかはわからない。そもそも答えがあるのかも。剣。でもな、どんなに辛くてもあいつは進み続ける。それだけは確かだ。なら俺もそうするだけさ。いつも通りね。この子と暮らし始めて1週間。ここでの生活には慣れてきたみたいだけど、時々見せる表情が気になる。何か力になれたらいいんだけど。これ私が新米だった時に使ってたものよ。つけてみる？ほら、こうやって結ぶのよ。毎朝こうやって髪を結びながら気を引き締めてたの。強くならなきゃって。小さい時から強かったんじゃないの？いいえ、これをつけてた頃は失敗ばかり。一人で何とかしようっていつも焦ってた。はっ！その蹴り技、あの男。あの男、まさか、どうぞ。君の美はまだつぼみだ。咲き誇ったバラの完璧さには届かない。しかし、つぼみが開く時を待つのまた一挙か。ふっ！父さん。ICPO のチュンリーだったな。ここで何を？シャドルーの幹部、バルログの目撃情報を追ってきたの。まさか一人でか？許可が下りるのを待ってはいられないわ。私には彼らを追わなきゃいけない理由があるの。お願い、このまま行かせて。どんな理由があろうと、市場に振り回される人間は捜査の邪魔だ。気持ちはわかる。だが奴らは危険すぎる。危険なことなんて百も承知よ。だからこそクンフーを積んできたの。チュンリー、一人でも戦えるように。わかった。そこまで言うのなら、君の実力見せてもらおうか。君は強い。だが単独捜査は許可できない。そんな。私たちと協力するというのはどうだ？
なし。でも疑っているのか。シャドルーの内通者かもしれないと。そういうわけじゃ。行こう。バルログの潜伏場所は分かっている。ザコどもの慣れ合いか。私が手を下すまでもない。バルログ、行け。貴様らに似合いの相手だ。てぃ、カンプくれて挑戦のりだて。泣いてみろ。ギッチギチにしてやるぜ。帰ってこしな。ここは私たちに任せろ。ありがとう、二人とも。見つけた。私に追いつくとは。だが、君一人で何ができる。私は一人じゃない。バカな。あなたを拘束します。さあ、父さんのことも話してもらうわよ。過去の影を追い求めるその目、その姿、美しい。そうだ、私は君の父を知っている。そしてその末路も。また会おう。君が花開いた時に。誰も頼りにできないと思っていたの、ずっと。二人とも力を貸してくれてありがとう。もうこんな無茶はするなよ。奴らは手強いぞ。分かっているわ。でも諦めない。これからも。さあ、できたわ。ありがとう。私も誰にも頼れないと思ってた。リーフェン。私も強くなりたい。お姉ちゃんみたいに。なれるわ。みんなで力を合わせれば何だってできるの。一緒に頑張りましょう。やめろ、ディカープリ。お前なんか嫌い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 。多くの人を傷つけてきた。そんな私に誰かを守る資格はないのかもしれない。だが、はい。シャドルに動きが。はい、すぐに向かいます。それでも私は。てか、なんで俺様がこんな雑用。てめえ、親衛隊にいた仮面の。あれ、でも今再調整中じゃ。再調整だと。で、もう来やがったか。おい、待て。ここで何しているですか。あなたは、メガ様に歯向かったやつに生きる価値なしです。にゃーしゃ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 。これは傑作です。助けるつもりですか。あの人形ども。助けたところで、あの人形どもは犯した罪に苛まれ続けるです。あなたもそうでしょ。私は時間切れです。に
人形どもは我がチェーンズ計画の一部です。邪魔をするのは容赦はしないですよ。キャミー、ユーに外出の許可が出たのか。監視付きだけど、買い物の必要があったから調べたんだけど、個体ごとに好む飲み水の温度が異なるみたい。あと年齢と体重から与える食事量も調整しなきゃいけないんだって。ああ、猫のことか。知識が増えるって楽しいよね。世界が広がっていくみたいで。キャミ、大丈夫？もしかして何かあった？ユーニ、お前は今幸せか？え？シャドル、どうしてここに？私が。キャミ！もうお前を、お前たちを戦わせはしない！た！君は気がついていないのだな。選んだ道の危うさに。何？いずれ知る時が来る。怪我は？大丈夫だ。よかった。本当にシャドルが動き出しているの？チェインズ計画と言っていた。こいつらもその一部なんだろう。またお前に危険が及ぶかもしれない。安全な場所で待っていてくれ。でも、シャドルの計画は私が阻止する。そしてみんなを助け出す。今度こそ必ず。みんな本当は助けなんか望んでないのかもしれない。でも向き合うって決めたんだ、昔の自分と。だから私は、私今が幸せかどうかまだ決められない。だけどキャミーといっぱい話したり笑ったりする時間はすごく好き。一人で思い詰めないで。あなたに助けられて本当に良かったって思ってるから。ユーニ、ありがとう。それはこっちのセリフ。帰ってきてね。約束する。なんか面白くなりそうじゃん。すべてのポーカープレイヤーが一度は負ける相手、それをティルトという。ティルトとはシンプルに言うなら頭に血が上った状態のことだ。人は必ず自分に負ける。この状況で目覚めるなんて奇跡だわ。あなたは全身の骨が折れて、とにかくひどい状態だったのよ。何があったか覚えてる？私は、かつて私は負けた。代償は命だった。勝手に動くな、ナッシュ。準将からも言われているだろう。お前が止めに来るとはな。だが何と言われようが、シャドルをベガを放っておくことはできん。どうしたんだ、ナッシュ。お前は冷静さを失っている。一人で行っても無駄死にするだけだ。どうしても行くなら俺も。お前には家族がいるだろう。やつは私が、俺が倒す。ナッシュ、記憶は戻っているのよね、ベガと戦った時のことは。思い出した。その後のことも。ああ、ようやく会えたな、ベガ。これはこれは、勇敢な米軍戦士のご登場。裏切られたのか、俺は。奴らは裏切ったのは上層部だけではないわ。あなたの仲間たちもベガの手の内だった。
今は。現在のあなたは行方不明扱い。でも、もう死んだものと思われているわ。この世界に、あなたの居場所はないみたいね。残念だけど。そして、ベガがいよいよ世界を征服しようとしている。ベガの居場所を知っているのか？ごめんなさい。それはまだわからないの。でも、他の情報ならいくつか。協力してくれるなら全部提供するわ。興味はあるかしら？いいのよ。返事は急がないわ。そうだ。何日か外の世界を見てきたら？楽しめると思うわ。久しぶりですもの。シャドウの構成員だな。ベガはどこにいる？離せ！急いでんだ！へえ、こりゃ珍しいな。えっ！はっは、怖え怖え。貴様はサイコパワーだと？子供相手に乱暴すんなよ。大人げないぜ。その力は。そんなことより自分の方を心配しろよ。あんた死んでんだろ。知らないみたいだから教えてやるけど、死体ってのは普通動いたり戦ったりはしねえ。その体長くは持たないぜ。こんなところで油売ってる暇ないんじゃねえの。待つですよこのガキ。今こそバイソンの。貴様もシャドルか。覚悟は決まった？そうだな。よかった。では始めましょうか。人は必ず自分に負ける。だが自分に勝つのも自分しかいない。今度は負けはしない。私に残されたのはこの怒り、この憎しみだけだ。ベガを倒す。そのためなら。ジェイドゴート、こちらはクリムゾンバイパー。聞こえていたらサインを。 OK、 対象が現れた。仕事を始めるわ。シャドルの総帥ベガ、多くの人間がベガを追って命を落としている。そう、彼のように。ようやく会えたな、ベガ。チャーリー・ナッシュ。アメリカ空軍中尉でベガを追い続けていた人間の一人。ドラッグ密売容疑で連行する。その後のことは5分後に来る仲間のヘリの中で聞こう。面白い。その5分、貴様の人生最後の時間にしてよ。彼は知らなかったのだろう。ベガの力が自分の想像を大きく超えたところまで及んでいたことに。まだだ。来たか。うわっ。なぜ。あれはベガ様。ファン、独自の使い手でシャドルの新たな幹部。そしてかつてベガによって粛清された麻薬組織の唯一の生き残り。当時有数の麻薬組織だったグーハウはシャドルの傘下へ加わったと思われていた。バカどもめが。でもある時グーハウは消滅した。それを行ったのはベガだった。お許しを。今後はベガ様に心からの忠誠を。忠誠など不要。は、
シャドルでは力を持つ者だけが生を許される。我が力の前で貴様は命をつないでみせた。力を失えば次は死ぬ。それだけのことだ。シャドルで生きるなら役に立ってみせろ。はっ。計画はどうなっている？はは。 PSA は現在7つとも最終段階に入っております。また AS とドールズの調整も順調で、現在は各地でテストを行っています。間もなくです。これらをもって世界を恐怖に叩き込み、ネガ様のご意向を世界の隅々まで行き渡らせましょう。世界征服の計画、やはりハッカーたちや SIN 研究員が失踪した事件の黒幕はシャドルだったのね。でもなぜかしら、シャドルのベガの目的はこれだけとは思わない。気づかれた。ネズミめ。もしやスパイが。もはや奴らには止められない。全てが終わるのだ。いまだこのような人形を使い続けるとはな。揺れ動く心が生み出す美にこそ価値があるという。そう、彼女のように。まだだ。感じるぞ、君の苦悩、迷いを。なんだと。なぜそうまでして私たちシャドルを追う。象か、それとも食材か。黙れ。過去と現在の狭間で揺れるその瞳、美しいな。殺しはしない。君の美しさを摘み取るにはまだ早い。行くがいい。おお、誰かと思えばバルログさんでしたか。ふん。この私が再調整したニュードールズ、お気に召したです？戦闘力の上昇はもちろん、サイコパワーとの親和性をより高め、我らシャドルの命令に忠実に従うよう強化しているですよ。自らの行いの醜さに気づいていないのか。救いようがないな。ナンバーツーの私に対して口が過ぎるのではないですか。少しはやるようですが、まだ。ご報告します。何ですか。個体番号006を発見しました。キラービーと行動を共にしています。006とあの目障りなキラービーですか。裏切り者は抹殺するとして、006は再調整すべきですね。どこにいる。こちらを。逃げるつもりですか。貴様の醜い顔は見飽きた。キャー！なんて忌々しいやつですか。見つけたぞ。ん？ファンメ、無粋な真似を。なんだと。なぜ人形のために戦う。己を犠牲にした美しさなど、所詮は一瞬のものだというのに。ジャミー、もうお前を、お前たちを戦わせはしない。何がおかしい。君は気がついていないのだな、選んだ道の危うさに。何。いずれ知る時が来る。止まれ。ここで何をしている。貴様。
今は待つとしよう。喪失の恐れ、絶望の嘆きから新たな美が生まれ出る。その瞬間。くそ、なんてやつだ。あいつらには人の心ってもんがねえのか。もう我慢できねえ。逃げてやるぜ。何が何でも。いつまでも付き合ってられるか。放っておくです。どうせ大したことはできないですよ。俺は戻らねえぞ、シャドルにゃな。ここまでは追ってこられねえだろ。それにしても腹が減ったな。なんか食いてえな。あなたは？今のうちに。こら、待ちなさい。この目も初めて食ったぜ。それで、なぜシャドルを脱走しようの？決まってる。奴らのやり方が気に食わねえからだ。あんなやり方は許せねえ。帽子着用が規則だぞ。てめえ、俺様のこのナイスな髪型を何だと思ってやがる。シャドルにいる以上、私の方針に従ってもらうですよ。シャドルを裏切るとはね、気に入りましたわ。我が神月の触覚となることを許しましょう。触覚？ただで飯が食えるってことか。必要に応じて私の命を聞くならば。なあ、いいぜ。どいつをぶっ飛ばせばいい。カリンお嬢様、裏切りは主の器量が足りぬ証拠。この男が裏切るならば、それは私の不徳のいたすところです。それでは腹ごなしにこれをこなしてもらいましょう。神月流百人組手ですわ。なんだと。古来より受け継がれてきた執事道、今宵は聴覚を高めることで真の執事力を磨き、主が何を求めているか心音で察知する術を伝えよう。さすがレジェンド、説得力が違う。これが真の執事力というものか。風神のごとき速度で。お帰りなさいませ、カリンお嬢様。神月家当主に代々伝わる奥義、神月流疾風術をいともたやすく。鑑定の方はいかがでしたか？少々退屈でしたわ。バーディーの姿が見えないようですわね。他愛もない。これでは肩慣らしにもなりませんわ。柴崎は引き腕を封印し戦う老人がインドで目撃されたとの情報があります。約100年前、先々代神月家当主と三月にわたり死闘を繰り広げた戦術の使い手である可能性が高いかと。仙人との手合わせですか。血が騒ぎますわね。出発の準備を。はさあ、インドに参りますわよ。今からかよ。先日は炎を吹き出す術を授けたが、こたびは異なる場所に精神と肉体を転移させる術を教えよう。この辺りですか。あら、ごきげんよう。そなたたち、なぜここに。柴崎は、この付近に戦術の使い手が現れたと聞きました。ご存知ありませんか？こいつじゃねえのか。
向いてるだろ。私ではない。戦術と用がどちらも断りに至る力ではあるが、その本質は似て非なるもの。あの方との開口で私はそう感じた。いつお会いに？数日前に。今は気配を感じられぬ。すでにこの地を断たれたようだ。今から追跡を。強者と強者はおのずと惹かれ合い、ぶつかるもの。残念ですが、まだその時ではないということでしょう。それに。おい、もう何回目だ？いつまでやってんだよ。あれは確固たる闘志の波動により、鬼神にすら己の意志を押し通す奥義、神月流横髪破りの方。はあ、あの若さで得されているとは。さすがカリンお嬢様。大丈夫かお前。接触では丁重にお招き。ヨーガの神髄、さらに極まっているようですわね。そなたも見事であった。その曇りなき剣で進み続けるがよい。私はこれからこの地の警察官に転移の術を教えねばならぬ。ここまでとしよう。教えられるのかそれ。それではまた。カリンお嬢様、仙人と手合わせできなかったことは心残りですが、私たちもひとまず。見よこの筋肉を。あの方にも手合わせをお願いしましょう。うん、お前たちは。ご無沙汰しております。ほう、まだ残っていたか。ふっ、あれは波動を行く王者の風格で、三千里離れた相手すら圧倒する。神月家が命を懸けて追い求めた悲願の方、覇者の腕組み。うん、筋肉の立動のみで相手を圧倒するか。俺も負けてはおれん。マッサル。こんなのまさか。実に腹性な試合だったぞ。ええ、まさに血湧き肉躍る戦いでしたわ。赤きサイクロンの名にふさわしい剛腕と磨き抜かれた技の切れ。データを改めなくては。カリンお嬢様。分かっています。それではいずれまた。うん、柴崎、この後の予定は。は、忍びの里との交渉の後、ニューヨークで開催する格闘大会参加者の選定と格闘パーティー招待リストの確認。明朝には神月スペースコロニー計画について各国関係者との打ち合わせを予定しております。里には少し遅れると伝えております。その人倒れてるけど。あなたに会えて嬉しく思います。相変わらずだな。でも望むところだよ。行きますわよ。行くよ。確かこの辺りにいらっしゃるって。以下ではないか。お前の活躍は耳にしているぞ。そんな、ザンギエフ様の伝説に比べたら私なんか。よし、久しぶりの再会だ。
リングで鍛え抜いた肉体と技、見せてもらおう。はい、よろしくお願いします。ザンギエス様はやっぱりすごいっす。私もザンギエス様みたいな立派なレスラーになりたいっす。うん、そのためにはマッスルスピリットが必要だ。そうだ、これから武者修行に行くというのはどうだ。世界中の猛者と戦い、筋肉を育て上げ、マッスルスピリットを手に入れるのだ。マッスルスピリット、マッスルスピリット、かっこいいっす。喜んで元もさせていただくっす。くそ、なんなんだこいつは。武者修行中でも悪を見逃せないっす。いや、むしろ武者修行中だから許さないっす。ご飯を食べたらお金は払うっすよ。金がねえから国がしてんだろ、うさぶどきやがれ。あんたパワーはあるみたいっすけど、ザンギエフ様みたいにかっこよくないっす。やっぱりマッスルスピリットがないからっすね。知らねえよ。そもそもマッスルなんとかってなんだよ。それはもちろん、あれ、マッスルスピリットってなんすかね。俺に聞くな、アーバユ。うわあ、マッスルスピリット、ザンギエス様がおっしゃるんだから、きっとすごいものに違いないっす。このラナさんはザンギエフ様の投げとも、きっとマッスルスピリットも売るほどお持ちっす。私もここで手に入れてみせるっすよ。あんたやるね。私はずっとザンギエフ様の背中追いかけてきたっすから。そうか、ミカ、俺の背中をよく見ていろよ。はい。うなれ、鋼の筋肉よ。それみんな大興奮っす。お客さんもクマも。うわって、クマ、ザンギエフ様。魂を受け継いでいる。クマを止めた時、お前の魂は熱く燃えていたはずだ。熱く燃えて、あ、そうだ、筋肉と魂の融合、それがマッスルスピリット。あとお前に必要なものは筋トレのみ。マッスルスピリット、さあと決まれば筋トレだ。そして同じ魂を持つ者同士、次は俺と肩を並べ共に戦おうではないか。ザンギエス様、私頑張るって。というわけで、私もマッスルスピリットをみんなに伝えていこうと思う。さあ筋トレだ。え、やだ、大体そんな偉そうな人になんか何も教えてもらいたくないよ。偉そう、お聞きになっていらっしゃらなかったすか、ザンギエフ様の熱きお言葉を。だって叫んでばっかで話の内容わかんないし。人が下手に出てればちょっと表に出ろ。うるさい、私が勝ったら二度と話しかけないでよね。
いい度胸だ。ボッコボコにしてやるっすよ。舐めないでよね。私がめっためたのギッタギタにするんだから。なんだと？生意気なんだよ。喧嘩売ってるんすか？何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。スクリューパイルドライバー、決まった。勝者はロシアが誇るアイアンマッスル、無敵のレッドサイコン、ザンギエフ。ハラショー。おお、アザムからか。新しい解放ができたのだな。ニューマッスル世代か。ザンギエフ様。おお、ミカではないか。お前の活躍は耳にしているぞ。そんな、ザンギエフ様の伝説に比べたら私なんか。ザンギエフ様はやっぱりすごいっす。私もザンギエフ様みたいな立派なレスラーになりたいっす。うん、そのためにはマッスルスピリットが必要だ。そうだ、これから武者修行に行くというのはどうだ。世界中の猛者と戦い、筋肉を育て上げ、マッスルスピリットを手に入れるのだ。マッスルスピリット、かっこいいっす。喜んでお供させていただくっす。久しぶりだな。相変わらず良い筋肉だ。そちらもな。それにしても武者修行とは古風なことだ。ご友人。おう、俺の旧友でマッスルソウルファイターズクラブの名誉顧問アザムだ。私はレインボーミカです。よろしくお願いするっす。もしかしてあんたってあのザンギエフ、アザムの知り合いだったのか。バカ、あんた有名人だよな。ネットで見たぜ。すごい筋肉だよな。筋肉に興味があるのか。良い心がけだ。よし、記念に投げてやろう。いや、そういうつもりじゃ。って、マジで？私とも一戦お願いします。まさか、君もレスラー？にゃははいいぞ、思いっきりぶつかり合うといい。マジで？ちょっと。ララから伝言を預かってよ。いつもの場所で出そう。良い修行になりそうだな。ああ、この旅を通してミカにも何か伝えられればいいと思っている。我々もかつて先達の背を追い導かれた。うん、次は俺たちが。もう一戦、もっとマッスルスピリットを磨くためにお願いするっす。いや、もうプロレスの熱いスピリットなら十分満喫したって。熱き魂はプロレスだけのものではない。お前も持っているはずだぞ。先人たちから受け継いだ魂がファイターの力となり筋肉となるのですぞ。若、受け継ぐすか、魂を。いやっはっはっはっ。ついに、リングに上がる日が。震えてきたっす。安心するがいい、ミカ。今やお前のマッスルスピリットは俺に負けぬくらい熱く鍛えられている。ありがとうございます。リングで立ちすくむことがあれば俺の僧帽筋を見ろ。この背がお前の道しるべだ。よし、行くぞ、ミカ。はい。ダルシム様、私にヨーガの技を教えてください。それは何故か。強くなって民を守りたいのです。ダルシム様のように。
ヨーガとは調和を導くための手段、強さを得るための力ではないのだぞ。それでも良いだろう。ありがとうございます。では。あ、いたいた。あんたがあの一度は会いたい世界七大ヨーガマスターのダルシム。ネットで噂の若。ネット、なんだお前は。今ダルシム様は。おっと、申し訳ないけど俺も急いでるんだ。なあ、そのヨーガの技ってやつを俺に教えてほしいんだ。時間はかからない。一回だけ戦ってくれたらいいからさ。若、お主は何故技を求める。言えない。だけど少しでも強くなっとかないと。頼む。はあ、一回見たら大体わかるかもって思ってたんだけどな。やっぱりそう簡単に腕は伸びないか。わか。ヨーガとは一朝一夕で身につくものではない。やっぱり。ま、でもこんな変わった技の使い手と戦えたんだ。いい経験になった。ああそうだ、有名人なら顔広いだろ。こいつ知らない？いや。そっか、ありがとう。じゃあな。よろしかったのですか、あのようなものにヨーガの技を見せるなど。あの者も誰かのために力を求めていた。技は得得できずとも戦うことで何かを得られたのであればそれでよい。これは守護神アグニへの祈りと共に放つヨーガの基礎。妙なことをやってるな。あなたは。浮いてる。これはヨーガ。ヨーガと同じに見えるのか。お主の弟子はまだまだじゃな。まさかこのような場所でお会いするとは。暇つぶしじゃ。面白い気配がいくつかあるんでな。それにしてもなぜこのような弟子を。ダメダメすぎてお主の修行の妨げになるであろう。私はヨーガを人々の助けとして広めたいと考えております。一人で道を極めることではなく、世のものすべてが調和することを目指す。時間はかかるとしても、それが私自身の修行にもなるのではないかと思うのです。ほっほ、道を極めるではなく広めるか。お主は相変わらずよの。もう行かれるのですか。ちょうど面白いやつの気配が近くにあるんじゃ。今度うまいカレーを馳走してくれ。じゃあの。ダルシム様、今のは。あのお方は仙人、戦術を極めた方だ。ヨガ。ダメだ。焦りは心を曇らせる。落ち着くがよい。あの、ちょっといいっすか。うん。私は岩志ヶ浜日本女子プロレス所属のレインボーミカです。今の火の吹き方を教えてくださいっす。プロレス？そうっす。今の技でリングを盛り上げてみんなの役に。ミカよ、ヨーガの得得はたやすいものではない。今は吹けずとも、いずれそなたの熱き思いが炎となり皆の力となるだろう。熱き思い。何かつかめそうっす。ご教授ありがとうございました。うん、見事な炎であった。ですがダルシム様のような大きさでは。力の大きさが大切なのではない。心を鍛えるのだ。技はしるべに過ぎ、誰かを思う心が炎となり、
調和を生む力となる。その手助けであれば私はいつでも答えよう。ダルシム様、今日も人探しは不発。だいたいシャドルーのマークって本物なのかと。あいつもさ、発送元の住所くらい書いとけって感じだよな。なあアザム、俺ってバカなことしてるかな。ただの一般人が友達を探してシャドルーの基地に潜入しようなんてさ。若がバカなことをしたいと思われるなら私は従うのに。そうじゃなくてさ。でもさ、あのネット中毒がいつもメッセージをよこしてないんだ。そりゃ研究で頭がいっぱいになったら 2,3 日は音信不通になることもあったけど、でももう10日以上だぜ。挙句来たのがこんな小包み一つ。友達としては気になるだろう、やっぱり。若、食事が冷めますぞ。よっと。マジで？あいつか？そのマーク、あんたシャドルだな。なんだてめえ。俺は友達を探してるだけなんだ。友達はこの近くの SIN って会社の研究所に勤めてたんだけど、行方が。で、お前の立ちのことなんか知るか。若のためにお願いいたす。最後のメールは12日前か。大勢死んだか。そういえばネットで見たな、そんな記事。俺そこそこ強いんじゃないかな、多分。レス早いな、マヤ。この座標の場所に竜がいる。自分の力量を知らないならそこに行け。力って言ってもシャドルーと直接やり合うつもりじゃないし、基地に行って友達を助けて帰ってこられる程度の力でいいんだけどさ。それを竜というものと戦って測ると、ストリートファイトの世界じゃ有名な男らしいぜ。そいつと互角にやれたら。竜ってなんかいかついやつなのかな。よし、最初は軽く挨拶を。俺は逆巻く風のラシード、世界を旅する風のヒーローさ。若、滑ったか。ヒーローがなぜここに。話せば長いんだけど、とりあえず俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。あれ、ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？なんか怒ってんのかな。怒っておられるわけではなさそうですが。おい、気分が乗らないなら。わかった、戦おう。さすがだな。それにあんた、わっ、昇竜拳。負けた負けた。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする、自分の力ってやつ。
ありがとう。あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。負けましたな、若。負けたな。それで、ご友人探しはおやめになるのですか？いや、さっきの戦いで少し分かった。あの竜ってやつの拳から伝わってきたんだ。進む意志みたいなものだ。拳から？力があるとかないとかは問題じゃない。俺がそれをやりたいかどうかなんだな。お前もそれ言ってたんだろ。若がバカなことをしたいと思われるならって。若、俺は友達を助けたい。相手がシャドルでも一人でも。悪いな、アザブ。俺がやりたいことに付き合ってくれるか？一人ではございませんぞ、若。もちろんお供いたしますとも。シャーン、松田流電撃隊で今から始めるよ。うわあって、もうやめろよ、姉ちゃん。マスターズ通信からって。ああ無理無理、松田流がこれやっても人来ねえから。こういう風に強いやつに勝ったりして有名になればいけるかもしれねえけどさ。なるほど、あんたドキドキ冴えてるね。じゃあちょっと行ってくる。え？どっかに強そうなのは。お、ねえ、くそ、腹ペコだぜ。うめえ、食わせてもらって助かったぜ。私もお腹空いてたしね。ところであんた、他に強い人知らない？ねえ、ああ。とにかくめちゃくちゃで、すんげえおっかなくて、格闘って聞くだけで目の色が変わるやつなら。おお、いいじゃんいいじゃん。なんて名前の人？はあ、神月かりん。ありがとう。じゃあ行ってくる。え、おい、飯代は？松田流の後継者ってやつ。神月かりんってあんだ。ええ、めちゃくちゃ強いんだって。私今さ、松田流を広めるために強いやつと勝負したいんだ。一発どう？大変興味深いですわね。いいでしょう。やったね。確かにすっごくワクワクするね。うん、私はララ松田。あんたと戦いに来たの。俺と戦うために？そうそう、まあ細かい理由なんてどうでもいいよ。あんたとの戦い面白そうだしね。はあ、満足満足。ねえ、あれなんなの？気合入った時に出てたでしょ？ゴゴゴーって感じの、ちょっと変な金みたいなもの。殺意の波動のことか。おお、洒落た名前。私あれ好きだな、スリルいっぱいで。好きか。じゃあ私は行くね。またね、龍。最近いろんな相手と戦ってさ、すっごい気分いいの。世界には面白いやつがじゃんじゃんいるんだね。うん、その通りだ。そして多くの相手とぶつかり合うことで筋肉をバランスよく鍛えることができる。このようにな。じゃあ始めよっか。新人発掘格闘大会のチケットだ。何それ楽しそう。ありがとう。
じゃあ早速行ってみるね。チャオ。お、また会おう。姉ちゃん、一体どこまで行ってんだよ。彼らはグーハウ、アジア有数の麻薬組織で、先月シャドルの傘下に入りました。さらってきた子供を独自の使い手にし、暗殺者や用心棒として利用することでも有名です。ふん。本日は心中を示すために来たと聞いております。心中だと？醜い毒蛇どもが。あれが新しいグーハウの牙か。気味の悪い男だな。し、声が高い。ああ見えて歴代の中でも稀に見る独守の使い手らしいぞ。ほんの少しでも奴の攻撃を食らったら、毒に体がやられて死体も残らないそうだ。独守とは、体に蓄えた毒を使って相手を殺す術。子供の頃から毒を飲み毒に触れる。毒に負けた者から死んでいく。死んで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 、生き残った者だけが殺す側になる。というわけですよ。ベガ様、この度は我らグーハウをシャドルに加えていただき、感謝の言葉もありません。忠説の証として一つ余興をお見せいたしましょう。バカどもめ。なんという強さだ。だが先ほどの戦い、確かにこの爪は奴の体に届いたぞ。毒が回るまであとわずか。時まで耐えられれば仲間のもとへ行くがいい。そうはいきませんですよ。私は生き残る。殺す側に立ち続けてやる。なぜだ。何度も傷をつけた。時間もかけた。私の毒はどんな生き物も殺すはずなのに。いや、今は考えるな。ここで殺されてなるものか。必ず生き延びるのだ。お許しを。今後はベガ様に心からの忠誠を。忠誠など不要。は？シャドルでは力を持つ者だけが生を許される。我が力の前で貴様は命をつないでみせた。力を失えば次は死ぬ。それだけのことだ。この方は、この力は。シャドルで生きるなら役に立ってみせろ。はは、なんという。私の毒などこの方のお力の前では自義に等しい。最強の毒をはるかに超えた力。この方は全ての生き物を殺し尽くす側に立つお方なのだ。明日の命も定かではない世界で私は知った。究極の力を、その頂点を。あの方のお役に立つためにもっと力を得なければ。邪魔者を排除し、戦力を蓄え、そして世界をベガ様のものに。数百年に一度戦いの時が訪れ、ネカリが現れる。ネカリは人外の力を持って強き戦士を喰らう。次の戦いの時に多くの戦士が糧となる。初めの戦士は惑い進む。
その身に赤き力を宿す。我の真は人、戦士の弾は我に耐えおる。惑い進む者が戦いに身を委ねた時、赤き力が目覚める。次の戦士は火の神に仕える者。強きたのはクラウリン・ブロウ。神の炎でもメカリには届かない。何人もメカリを退けることはかなわないだろう。世界を滅びで満たす。すべてを滅ぼす力、すべてを喰らい尽くす力がぶつかり合う。勝者は。メカリの到来。それは誠の戦士の証。力を示す。戦士の弾、我が腹に。戦士の弾は我に返る。